デニス・スコットはメリーランド州ヘイガーズタウン出身のバスケットボール選手。ポジションはスモールフォワード。ジョージア工科大学時代の1989の90年シーズンのアトランティックコーストカンファレンスのプレイヤー・オブ・ザ・イヤー。得点王に輝きケニー・アンダーソンと共にチームを NCWA 団子、バスケットボールトーナメントのファイナル4に導いた。 1990年の NBA ドラフトでは一巡目、全体4位で、オーランドマジックに指名され入団した。NBA 入り後は、キャリアの大部分を、マジックで過ごした。距離のある3ポイントシュートをコンスタントに成功させた、能力から 3D というニックネームで呼ばれるようになった。1992年に、シャキール・オニールが入団するまでは、ニック・アンダーソンと共に、 マジックの得点源として活躍した。1995から1996年彼はシーズン3ポイント成功数267の新記録を作った。この記録は10シーズン後にレイアレンが破るまで守られた。また1996年4月18日には NBA 記録である1試合11本の3ポイントシュートを成功させている。 それまでの記録はこの試合で彼にアシストしたブライアン・ショーが1993年4月8日にマークした10であった。この記録は2003年1月7日にコービー・ブライアントが12本のスリーポイントを成功させるまで破られなかった。マジックでの活躍の後、ダラス・マーベリックス、フェニックス・サンズ、ミネソタ・ティンバー・ウルブズ、ニューヨーク・ニックス、バンクーバー・グリーズリーズでもプレーした。 2001年には元チームメイトのシャキール・オニールのいるロサンゼルス・レイカーズへの加入を目指したがロースターにベテランタレントがいっぱいであったため開幕前にカットされている。2006年3月26日のマジックのホームゲームで元チームメイトのニック・アンダーソン、スコット・スカイルズと共に表彰された。現在、スコットはアトランタホークスのラジオ解説者を務めている。また、 ABA のアトランタビジョンのゼネラルマネージャーも行っている。ありがとうございます。